はい、皆さんこんにちは、クーガです。今回なんですけれども、自分がニュージーランドにいた時、このブルースプリングスって場所に行ったんですけれども、その写真を、まあ、風景写真ですね、をレタッチしていきたいと思います。で、今回やることとしては、彩度を高めにして、なおかつくっきりパキッとしたような写真で、このすごい緑が綺麗になるんで、この緑と厚い面の青っていうのを、今実際あんま見えないんですよね、多分その青色っていうのが目立ってないんで、もしこれを、際立たせていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。じゃあいつも通りこの Adobe 標準で始めたいと思います。これが意外となんか違ったりするっていう、自分なんか Adobe カラー使ってるよっていう人とか、あと風景でやってるよっていう人がいるんで、自分は基本的にこの標準で統一してこのレタッチ動画をやっています。はい、じゃあいつも通りこのトーンカーブかっちり落としていくんですけど、今このコントラスト今50ぐらい落として、まあ、40とか100でもいいんですけど、落として始めるんですけど、後からこれ多分上げることになるんで、じゃあ早速 RGB カーブやっていきたいと思います。シャドウはね、あまり曲げすぎずにいきたいかな。いつもよりハイライトの割合もいきたいと思います。載せる量が光が当たってる部分の方が多いなぁ、今回は。この木の赤っていうのをしっかりやって取り除いていきたいですね。まあ、全体をオレンジではないかな、かかってると思うんですけど、一旦録光量を開けながら見ていきますね。少しレッドが強いような、かなり緑強いですよね、今。かといってね、まあいい感じなんですよね。もう一回最後の調整ですね。最後になるかどうか分かりません。はい、こんな感じ。いつもよりカーブはそんなしなってないと思う。で、シャドウは上げずにコントラストを少しつけて、中間域の、ね、明るさを今上げています。
少しこの黒つぶれをごまかすっていう意味でほんの少しあります。はい、これでカメラかなりグリーンに近い色になってるんで、あとでこの暖色上げたり、あとは色いじりながらやっていきたいと思います。で早速基本補正なんですけど、ハイライトはマイナス90、シャドウはプラス90ですね。100でいいと思います、別に。ちょっと綺麗。どうだろう。80ぐらいにして、黒レベルを少し下げ気味にしますね。で、この白レベル上げる前にコントラストこれを戻しちゃって。いいと思います。かなりサイド今強いですよね。一回ここでマイナス15ぐらい。15。全体サイドマイナス3とか5とかで。かなり色を抜いていきました。ハイライトマイナス100でいいですね。明瞭度テクスチャー。これはまあ今やってもいいんで、とりあえず自分はいつも通りマイナス10。明瞭度いじらずでいきます。ポイントカーブいじらないですね。基本的に自分は風景写真はポイントカーブを基本的にいじってないです。で、レッドなんですけど、分かりづらいときは、色があるか分かりづらいときは、これ一回サイド上げた後に上げてもいいと思います。で、今回あんまないんで、サイドを動かさず、レッドを、オレンジ側に色を同化させるっていう意味で、統一感を出していきたいと思います。で、オレンジは、まあ、レッド側に普段持っていくんですけど、風景写真のときっていうのは。今回動かさず、イエローをオレンジ側に持ってったら、オレンジを少しレッド側に持ってってあげてもいいかもしれないです。だから木々がもうオレンジっていうのは葉っぱがついてないんで、木の枝の色なんですよね。なんで、そんなに寄せなくてもいいかなと思います。紅葉の時だとこれすごい寄せてあげたらいいんですけどね。で、グリーンの色なんですけど、これは少しイエローがマイナス10ぐらいですね。で、アクアとブルーはいつも通り、アクアをブルーに寄せてあげて、ブルーを赤側に少し寄せてあげる。で、あとはキャリブレーションで見ます。かなりキャリブレーションを動かし始めると色がかなり出てくるので、レッドのサイドは落とさず、オレンジのサイドも落とさず、イエローのサイドを上げてあげます。で、グリーンのサイドを下げます。メリハリですね。光が当たっているところっていうのがイエローになりやすいんで、暗いところのサイドを抜いてあげます。で、赤とブルーなんですけど、これ上げてもいいと思います、正直。水面のブルーの色を際立たせて。なくていいですね。次、レッドの輝度。まあ、あんま変わんないんで、上げる。上げてあげていいかな。オレンジ。微妙なとこですね。今回はマイナス10、イエローは上げてあげます。グリーンを下げるので、イエローで光が当たっている場所を強調させてあげます。あんま変わんないですね。少し上げてあげます。サイド上げてる分、そんなに上げても違和感ないのかなって思います。はい。じゃあ、はい、色かぶり補正。これで、シャドウの方に。もう最後に、ね、ほんの少し残ったマゼンタを、これで、かなり、ほぼ消去してあげます。ですね。かなり今、緑かかってるんですけど、これも後で調整していきます。レンズ補正入ってないな。これブルーを最初にマイナス30ぐらいで、グリーン100で、レッド30ぐらいかな、40、70、75ぐらいかな。これでさっきやった緑が結構バラバラに、緑、オレンジ、黄色ってしっかり割れたと思うんですよ。ここまで行って HSL をいじってあげても一番いいと思います。で、ブルーの色とオレンジの色を少し強調していきたいので、このブルーの座標を上げて、
スプリンあげるとこれ黄色が汚く目立っちゃうんで、そうですね、レッドも同様ですね。これも上げすぎると汚くなっちゃうんで、どちらも少しずつ。ここで色調整してあげてもいいと思います。終わった後いいんじゃないですかね。かなりいい感じになってると思う。はい、いい感じじゃないでしょうか。今回粒子はつけてないですね。ハイライターの色は落とさずに、シャープ先にかけますかね。いつも通り40にして半径 0.500 シャープ50ぐらい持っていってあげてもいいと思います。で、明瞭度ですかね。明瞭度も少し10程度、隅の時間はもう十分サイドとコントラストついてるんで上げてあげなくていいと思います。ここからブラシとかをねしっかり使っていくんですけど、その前に全体的な露光量を少し上げ気味にして、少し上げ気味にしてあげます。で、明瞭度をかけてあげる。明瞭度15ぐらいを水面にかけてあげますね。この差なんですよ。わかりますかね、この差。結構ね違うんですよね、このかける加減。なんで20、15ぐらいかけて、なんならこの色温度を少し落としてあげてもかなり青くなるんですけど、今回は少し2ぐらいかな。で、明瞭度、霞の時間は上げなくていいかな、今回。明瞭度だけ上げてあげます。で、ハイライトとして白レベル上げて、一気にさらにさせる。コントラストも上げていいですね。いいんじゃないでしょうか。いい感じですね。少しイエローの輝度が高すぎるな。これでだいぶまとまったような気がします。かなりシャープもうパキッとなってるかな。感じじゃないでしょうか。トリミングしたいな。少しトリミングをしたいですね。ここの暗色を吐くために3対2でそのまま上にグッと仕上げてあげました。それで仮想コピー作って、どうだろう。どっちだっけ。ちょっと地下かな。地下して、仮想。すげえ効率悪いことしてるような気がする。こいつの仮想コピーをつけて、ペースト。やってること変わんねえかな。変わんないように気がしてきた。やっぱりいいや。はい、カットで、カットで。こんなもんでいいですね。で、これで多分結構ビフォーアンドアフター見れるかな。こんな感じです。で、今回意識したのが、このグリーンを目立たせるのと、少し輝度高すぎるのかなっていうのも、まあ、思ったりするんですけど、全くないこのブルーを、ここにしっかり際立たせて、光が当たってるこのグリーンの場所、イエローに近くなった色はイエローに近くなってるので、イエローの輝度を上げて調節したって感じですね。
はい、で今回このホワイトバランスは使ってないんですけど、お好みによって、まあ、もっと暖色がいいなって人は暖色にしてもいいし、グリーンもっと足したいなと思う人はこういうグリーン下げてあげてもいいと思う。って感じですね。はい、以上です。ありがとうございました。結構今回の動画は早めに解説動画なんですけど終わったと思います。ブラシ多分今回これしか使ってないんですけど、まあ正直これ本当に適当に歩きながらパチャッとってくらいなんで、その補正できる場所っていうのも、なんていうかな、まあ、する必要がない。まあ低クオリティな写真だと思ってください。はい、以上ですね。ありがとうございました。あとは周りを暗くしたりぐらいかな。まあ、これはおまけなんで、おまけです。よし、パソコンも重いんですよね、今。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価とかしていただけるとすごく嬉しいです。質問など等あれば DM でもコメント欄でもどんどんください。ありがとうございました。次回の動画は明日になります。